はい、どうも、お久しぶりです。近藤春菜でございます。まあ、最近ね、動画あまり上げてなかったんですけど、いきなりなんですが、コラボ企画ということで、なんと、特別ゲスト、ショーパチさんに来ていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、ショーパチさんはね、僕がね、結構ずっと前から見てて、ありがとうございます。もう5年くらい前から動画見てましたよ。いや、僕は1年しかやってないですから、ね。あ、そうですか。はい、あ、気のせいでしたね。はい。はい、ただ、まあ、動画を見て、すごい誠実な人だなと思って、本当に。ありがとうございます。はい。はい、で、まあ、僕ね、ずっと福岡にいて、うん、で、こっちに来た時に、ちょっとご飯行かせてもらってね。そうですね、横浜で食べましたね。はい。はい、で、結構共通点もあって、そう、筋トレが好きとか、ポーカーが好きとか。そうそうそう、ありましたね。はい。はい、あって、今日、撮らせていただくことになりました。はい。はい。というわけで、今回の企画なんですが、ショーパチさんが持ってきていただきまして、はい、パチプロに質問をしたら答えが一致するのかと。はい、いう企画でございます、はいはい、でこれが今回が後編ということで、そうですね、はい、前半はショーパチさんの方に上がっているので、はいはい、概要欄に貼ってありますので、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。お願いします。はい、ということで前半はもうどうだったか言っちゃっていいですかね。言わない方がいいか。言わない方がいいですね。はい、はい、どうだったか見ていただいて、はいはい、じゃあ今回6問目からいきましょうか。はい、いきましょう。はい、はい、出題者ゆうきさん、お願いします。はい、はい、じゃあ第6問。前円あたりの回転率が同じ調整、うん、で同じ機種の場合、ハマってる台と余ってない台だったらどっちを打ちますか。ああ、なるほど。うん、前円あたり、はいはい、全く同じ調整、まあ、前円あたりの回転率同じ台だとかっていう時に、はいはいはい、データを見て、はい、ハマってる台とハマってない台、うん、どっち選ぶのかっていうことですね。はい、なるほど。うん、OK です。 OK です。はい、はい、はい、できましたかね。はい、あ、これ司会者変わるの。司会者変わります。司会者変わるから今度僕が言うんですね。そうです。はい、ありがとうございます。はい、質問、はい、ということでいきます。はい、これは一致しますかね。これは一致するでしょ。まあ、するしますね。これしなかったら、これしなかったらまずいかもしれない。確かにね、うん、はい、はい、じゃあ一斉のせ、はい、ハマってない台。ハマってない台、オカルトですか。オカルトです、これは。どういうこと。うん、うん、どっちでもいいですね。うん、はい、僕はまあ強いて言うなら目立たない席やる方法さありますっていう。確かに確かに。はい、いや、僕も答えはこれハマってないって言ってますけど、はい、どっちでもいいですよ。どっちでもいいですか。どっちもいいけど、はい、気持ち的な問題。気持ち的に、おお、うん、どういうことですか。まあ、スロットで例えると、うん、例えばデータ見て、うん、設定1、明らかに設定1のグラフしてると、はい、今と設定6のグラフしてるの、はい、どっちやろうか。設定6の方が座りたいじゃないですか。そうだね、うん、で、同じ調整で同じ期待値なら、うん、どっちでもいいじゃないですか。はい、どっちでもいい。だったら、うん、設定6っぽい方座るみたいな、そういう感覚。ああ、そうなんですね。オカルトっすね、感じ。ああ、そうですね。僕、うん、それで言うんだったら、うん、ハマってる台を座って、うん、そっちの方がなんか映えるじゃないですか。ツイッターとかで上げる時に、ね、あ、こんだけハマりやがったみたいな。確かに確かに。だから、うん、まあ、勝つ目的じゃないってことですね。うん、そうっすね、うん、そう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 、なんとなく楽しい感じですね、うん、そうっすね。まあ、僕は、まあ、どっちでもいいですけど、うん、まあ、CT だったら、あの、店員さんから目立たないですよ、うんうん、やっぱり角取りとかいい調整だなと思っててもなかなか座るの勇気いるんですよね。そうっすね、うん、一番特にハンドル持ってる一番右の角とかだと、はい、もうもろ見えますから。そう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 、うん、だからあえて調整良さそうに見てもなんか目立たないし、そういうこともあるし、うん、はい、これはちょっと一致しなかったんじゃないですか。そう、でもこれね、近藤さんのチャンネルで言いたいことがあって、はい、そのなんだろう、まあ、オカルトって、うん、まあ、楽しむもの、はい、なので、うん、そのオカルトを使って稼げるとか、はい、発信してる方らしいですか、はいはいはい、それは違うというのを言いたいですね、はい、だから僕もこれはあくまでもオカルトでハマってない台を選ぶけども、はいはいはい、うん、これはあくまで楽しむ。ああ、そう、まあ、楽しむみたいな。そうだね。そう、うん、だ本来はどっちでもいいんです、うん、勝つためには。いそうっていうのはね、皆さん誤解しないようにしてほしいなと思います。はい、はいはい、それは確かに使ってなんか、はい、そう、飽きないにしてる人がいますからね。そう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 、ハマってない台を打ったら勝てるだろうみたいなね、うん、そういうのはないので、はい、ご安心ください、皆さん。これどっちなんだろう、どっちなんだろうね。ちょっとカメラマンさん、これは一致してるのか一致してないのか。いや、一致してない。一致してない。一致しない。はい、一致しなかった。しなかったということ。はい。はい、おかしいな。おかしいな。はい。でも一致しなすように来たじゃないですか。一致しないように来たじゃないですか。一致しないように来た。うん、そう。で、あの、はい。はい。今打ってる台をやめる基準。うん。うん、ああ、なるほど。あ、それはまあ閉店近づいてきたとか、そういうことでは関係なくですかね。
そうですね、うんうん、時間は全然あるっていう程度ですね。続行するか続行しないかっていう基準ですね。はいはいはい、あ、いい質問ですね。いい質問ですね。行きましょうか。はい、どうするかなこれ、うん、はい、書きましたかね。終わりました。一致するからどうかな。はい、はい、せーの。自分の求める回転単価に達しないと。あー、そう、最初の、最初全く同じでしたね。最初同じじゃないですか。完璧してないですけど、別に。はい。はい、あー、期待値給があるかないか。うん、同じっすね、これ。いや、これね、僕、うん、同じじゃないと思う。これ僕反対派ですもん。うん、あ、そうなんですか。うん。というのは、うん、回転単価だと、やっぱり消化スピードが遅いなどだと、うん、時給が変わってくるんですよ。変わりますね。うんうん、僕は時給が全てなんで、うんうん、だから回転単価、例えば海とか、安くてもたくさん回せるんだったら、いいし、うんうん、逆に回転単価高くても、演出クソ長すぎて、全然時給出ないなっていう台があったりするので、うんうん、確かに確かに。はい、僕は回転単価よりも時給にこだわるので、うんうん、まあ、僕同じですけどね、そのスペックによって、回転単価 のスピードが違うっていうところでは、はい、その機種によって時給も、当然変わってくる。そうですね。だから時給込みでの回転単価、僕としては。そうですね。そう。はい、だからまあ、内容が違っちゃう、ね。内容は一緒って言っちゃう。微妙なニュアンスの違いっていう感じかな。微妙なニュアンス違いですね。期待値と仕事量のニュアンスみたいな。まあまあ、雰囲気ですね、そうですね。うん、はい、はい、どうですか、カメラマンさん。これは一致なのか、不一致なのか。あ、でも僕は、うん、結構時給の方を見てるので、うん、はい、ちょっと違う。ちょっと違う。ちょっと違う。なるほど。はい。今のでカメラマンさんがガチ勢だったら、笑っちゃった。はい、カメラマンさん、はい、養分的に言ってくるけど、実はガチ勢だったのが笑っちゃいましたけど、はい。まあ、そういう答えになりました。ということは、これ、不一致ということで。そうですね、不一致ですね。カメラマンさん、はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、質問。期待値稼働していても、結果が出ません。うん。原因は何だと思いますか？うん。期待値稼働していても、結果が出ない。これ一番初め立てでこれ食らうときついですよね。ああ、うん、はいはいはい、僕もありましたこれ過去に、はい、うん、全然勝てない時期が、ああ、うん、そうですね、はい、うんうん、どうですかね。これ2つあります。え？原因が、え、マジで、マジで、え、いや、これ僕本当感じてないですよ。僕も2つ書いたんですよ。おう、うん、じゃあ2つ、まあ、とりあえず出しましょうか、出しましょうか、はい、せーの、2つ、一覧データも考慮してない期待値っていうのと、はい、試行回数が足りてない。ええ、ちょっと待って、マジで感激してないよ。すごい、マジで感激してないよ、本当に。すごい、マジで感激してないよ、本当に。すごいですね。そう、僕も試行回転数が足りてないか、はい、期待値計算が間違ってるか。まあ、そう、期待値計算間違ってるっていうところだと、はい、多分ほぼこれなんですよ。そうですね、回転数はそう間違いないです、ね、そう、あとよくあるのが、うん、例えば東京都とかで現金投資の金額の計算と、うん、チョタマを使ってる時の計算っていうのは違うじゃないですか、はい、それを考慮してない人が結構多い、はい、で、そうそう、うん、で、もう結構パチンコうまい系の YouTuber ですらも、うん、なんかその持ち玉比率全然考えないで、あの19時、20時までぶっこんでるっていう人がいて、それ違うだろうって僕突っ込みたくなる。確かに確かに。から、うん、確かに、それもありますし。意外と上級者でもこれやっちゃってるみたいな。そうですね。うん、だまあこれは僕らにも当てはまることですね。ちゃんと計算してないと。確かに僕もそ、まあ、正確して、正確じゃないから、ね。そうそうそう、うん。まさかでしたね、これは。すごいですね、うん。うん。これはカメラマンさんどうですか、一致してるんですか。これは、あ、よかった、よかった、これは3問目にして、はい、ようやく1、これはもう、はい、びっくりしました。パーフェクトですね。パーフェクトですね、はい、全く同じでしたね。すごいね。しかも2つ合うことある。本当に。はい、キーマ、はい、今、期待値に対して収支が上振れています。はい、この後必ず下振れが来ますか。うん、ああ、うん、なるほど、はい、OK。なるほど、はい、はい、整いましたかね。整いました。どうかな、これ行きましょうか。はい、せーの。関係ない、関係ない、うん、うん、まあ、もうそうですね、必ずではないけど、
まあ、いつか来るんじゃねえっていう。確かにいつか来るんじゃねえですね。はい、そういう感じですよ。絶対はないですけど、いつかはずっと打ってたらね。そうっすね。あと1回でもパチンコ人生終わりますだったら分かんないですけど。確かに確かに。まあ、今後ずっと打っていくんだったら、来るんじゃねえって感じで。気持ちはめっちゃ分かりますけどね。はい。うん、だから、下振れてても、めっちゃ上振れるかもしれないし、うん、下振れもある、うんうん。常にこう、今を生きているような状態ですよね。はい、過去は関係ないと。はい、うん、そんな感じですよ。名言言いました。名言言いました。そう、パチンコは今を生きてる。はい、そう。かっこいいんだけど、かっこよくないんだけど、わかんないですけど。確かに。はい。そんな感じで。はい。はい、いかがでしょうか、カメラマンさん、これは。1です。はい。ありがとうございます。よかった。よかった。2ですね、今。はい。はい、次が最後の10問目です。はい。パチンコで勝つポイントを一言で言うなら何ですか、うん、ああ。一言。一言で。むずいっすね。なるほどね。なるほど。いい質問ですね。いいっすね。なんか最後だからなんかボケの質問が来るのかなと思ったら、ちゃんと真面目なのね。ちゃんと真面目ですね。ちゃんと真面目な質問で。うん。はい。なるほどね。金庫で勝つポイントか。一言っていうのはまた難しいっすね。一言ね、うん。うん。確かにね。まあ僕はでも決まりました。僕も決まりました。はい。はい。ですよね。はい。こいつもな。そもそもね、くっつけるんですね。うん。はい。揃いましたかね。揃いました。はい。揃った。はい。じゃあ最後。一致して終わるか、はい、せーの、周到な準備。おお、もうかっこすぎてますけど、はい、ちょっとかっこすぎてたんですけど、はい、ビクトリー・ラブズ・プリペレーションっていうところがあって、はい、これはですね、勝利はこの準備を愛してると、お周到な準備が勝利を導くという言葉、はい、これは僕信念、パチンコに限らず、はい、プライベートでも仕事でも、はいはい、心に刻んだ言葉です。なるほど。なんで英語でかっこつけたんですか。いや、これが元々のあれなんですよ。あ、そうなんですね。そう、言葉があって、はい、そこからこうインスピレーションを受けた。おー、はい、なるほど。そういうことですか。この周到な準備っていうのは、例えば店選び、うん、いい店選び、うん、で前日の台選び、うん、まあ、釘がどんくらい買ってるか、うん、まあ、そうした準備に力を入れましょうね。なるほど。これが勝つポイント、はいはい、人生においてもそうですね。そうっすね、準備が全てですよね。準備が全てですね、はいはい、今回撮影してる時もショーパチさんの準備力すごいですからね。はははははね、彼氏が強いましたね。そうっすね、はい、確かに説得力ありますね。はい、近藤さんの方はちょっと恥ずかしいんです、その後、はい、僕は確率の追求ですね。収束って意味ですか。収束というか、まあ、確率を追求していけば勝手に期待値っていうか、まあ、結果はついてくると思ってるので、あ、はい、なんかよくパチンコ勝てるんですかみたいな人と会うと初心者に聞かれたりするんですよね、うん、その時に一言じゃなきゃいけないんで、その時に僕いつも言うのは、あ、確率を追求すれば勝てますよっていうので、うん、うん、なるほど、一言言えば僕こっちかなと思いました、うん、そうですね、結構難しいですね、確率の追求、うん、まあ、要は結果とかについてくるみたいな。そうですね、そうそうそうですね、うん、はい、それはいかがですか、はい、いかがですか。難しいな。いやいや、ラブイッチでしょ。言ってることは同じか、うん、まあ確かに、あ、うん、その人の本当スタイルがありますよ。近藤さんの方で、まあ、回転率、うん、僕の動画の方ですけど、回転率どのくらい測るかっていう時に、うん、まあ、最終的にこう飽きたらもう測らなくなるみたいなお話だったじゃないですか、はいはいはい、まあ、そういう感じがこう出てるなっていう、まあ、結果とかついてくるから、はい、そんなに気にすんなよと。そう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 、だからそういう僕はプレイスタイルがこう個人個人に出るのが多分スタイルみんななるんじゃないか。なるほど、確かにね。僕結構几帳面なんで、あ、ガチガチって感じです。どっちかっていうと確かに、そう、あ、はい、納得しましたからね、僕も。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ということで僕のチャンネルでは、はい、5問中2問一致ということで、はい、はい、ただとは言うてもね、なんか全然違う答えってわけじゃないですよね、全部ね。そうっすね。ほぼほぼこう 言おうとしてる道筋は合ってるんじゃないかなって、うん、はい、思います。はい、うん、まあもう5問はショーパチさんの方見ていただいて、ぜひ、はい、はい、ということで今日はショーパチさんに来ていただきました。はい、はい、他にもね、ショーパチさんとの動画一緒いろいろ撮ったので、はい、ショート動画でも上げてますので、そっちも見ていただけたらと。思います。ぜひお願いします。はい、チャンネル登録もしてください。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ショーパチさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね。バイバイ。